そんな感じやからな。まあ、ほやで1食あたりが1000円近くになってくるから、1000円超えるとかになるんで、あれやけど。一人でポテ投げの特大、あの、頼むときもある。お酒飲んで。800円です。うん。ああ、まだ若いね、みんな。どうなんやろうな。それ若い頃と比べると空量減ったのは減ったけどね。うん、あでも今またちょっと向き直してきたかもしれない、うん、あの体力仕事になっとね、うん、腹減るもんで、今回行こうとしとるところは相当その中でもタフな方のやつやねんな。まあ言うて俺も食ったことがないもんで、そこの満腹屋はね、うん、まあ、単純に気になってるのは気になってる。岡崎ってさ、そもそもラーメン屋さんのクオリティ高いやん。あ、うん、その岡崎のラーメン屋さんは全然行ったことがないってわけじゃなくて、うちの場合な、あの岡崎はちょっと仕事しとったこともあってさ、あの立ち上げの時に、うん、で結構ラーメン屋は行っとんだよ。でその時にも結構地元のバイトの子とかにどっかおすすめの店ないとかって聞いて、そこに行ってみてとかってやっとったね。ただあれだね、満腹屋もそのリストに入ってなかったし、キムシャチも入ってなかったんだよね。なんでかなって思ったけど、考えてみたらもう俺あそこで立ち上げとかやってたの2013年とかやから、まだ東海オンエアが動画投稿始めるか始めやんかぐらいのこれやん、うんうん、あそれもあるのかなと思ったけど、これ下手すりゃ満腹屋とかってオープンしてたのかな、どうかなぐらいなのかな、もしかしたら、うん、マルケンとかだって言ってたもんな。でうちの性格的にさ、マルケンの隣にさ、ま、あいた満腹屋とかあったらさ、そっちの方行くやん、うん、チェーン店じゃない方、うんうん、それがね、押村か。まあ、で、あと、当時、あっちの、豊田の方のお店にもね、いろいろと、攻略していっとったしな、うん。あの時期が一番ラーメン食っとったかもしれんや、うん。仕事終わって夜中の2時とかさ、なってくると、まあ、相手のところも限られてくるね。ただ、案外、まあ、岡崎、それこそ、岡崎がさ、今も2店舗あんのか、どっちも生き残ってるんだ、あそこは。俺の働いとったところが2店舗あるやん。うん、で、稲熊町の、に携わっとったときは、言うて結構岡崎の方がっつり入っとったんやけど、岡崎の市内に。はいはい、そうじゃなくて、そのもう1店舗が矢作町やったんや。うん、だもんでさ、豊明が拠点やったんや、しかも、うん、豊明の店舗が24時間営業やったから、そこを根城にして、はいはい、そこから結構各店舗で俺行くよみたいな感じでやっとったもんで、そうすると岡崎の市内の方になかなか入ってかんのよ、うんうん、もうそれやったらね、あの刈谷とか ね、あっちの方に行ってしまえばいいやってなってしまうし、うん、豊明からやったらさ、で大体飯食うのもほえで、あれ刈谷やんな、横綱があんの。はい、刈谷です。な、うん。刈谷の横綱か、その先の、イオン、うん、マックスバリュー。で、買うかとかって、そういう風になってくるし。ドン・キホーテも結局、国一沿いのあっちの方になっちゃうんよ。西安城。そうそうそう。だって、岡崎のドンキは結局行ったことないもんな、俺。あ、そうなんだ。うん。イオンの向かいにあるね。そうそうそう。で、イオンも、こうやで、南の方やん。うん。どっちかっていうと。うん。だって、そうすると、ちょうど東南だよね、あっちの方。だって、秋田の方とか全然行く機会多かった。あ、はい、北の方にある。そうそうそう。で、矢作から稲熊屋と、ちょうどあの辺りやん。うん、で移動途中にパッと買い出しとか済ませてとかっていうと、ちょうどアピタぐらいが寄りやすかったから、アピタとミー、うんあの辺はなんかゲーセンが3店舗ぐらいで、ね、集まっとってあるね、うん、今もあるかな、ユーファクとかやったっけ、なんだっけ、一つはループ、あループだったな、今ループってなくないと思うけど、うん、ループ自体がなくなったね、なんかループから名前が変わったお店とか、うん、あとゲームファン
タジアとかいう名前あったとか。ああ、はいはいはい。あと、マミーとかいう名前のゲーセンもあった気がする。マミー、違うかな。なんか、そんなとかね、あった気がする。うん、あ、でもこれいいな、全然ずれやん。そう、うん、で今回初めたのこのパイロットでちょっと雑談した動画を撮ってみてどうかなってのやっとってんけど、もうほんとあのトライアルで買ってん、これ、トライアルから自分家までの間ぐらいをちょろちょろって走らせた時やったから、どうかなって、いけそうか、いきそうな感じやったもんで、そのまま使ってみたいけど、あれも雨やんできたな、わかった、うん、いや、いいのかな、いいのかな、雨が強ければ強いほどあの並ぶリスクは軽減される気がするからな。言うて真夜中に並ぶ、それが分からんのよ。さすがにないと思うけど、でそう、うちも読みとしてはあのわーって並んどるのが基本的に、 その、ね、それこそお盆の時期とかやったら、いわゆる東海オンエアのファンの人たちがわーっと言っとるから、うん、まあ、ほやで県外とかのあから来とる、いわゆる聖地巡礼で行っとる若い子たちとかが、うん、結構行っとるイメージなんかなと思って、うん、集客力半端ないな。いけつないよ、本当に岡崎の。なんか、キブサチだってさ、うん、なんかこんなね、YouTuber で話題になる前から、そこそこ有名だったよ。そう。気分でサチをとかの、うん、ね、うん、テレビで紹介された人だもんな、うん。なんか移転する前もね、もう有名だったから、うん、そうそう。そうか、今じゃ、もうそんな行列店になっちゃったんだ。キブサチさんに至っては、うん、11時オープンや。うん、10時半で閉まるでな、ひどい時すごいね、朝の11時開店で行列が長すぎて、もう10時半に並んでる時点のお客様で終了になります。どこかで言われとったのもあれやったもんな、本当にあのディズニーシーよりも混むってアトラクションやってる。満腹もすげえ混むからな。まあ、ただ基本的にはどっちかというと夜とかでも混むのは日が丘の駅前にある方の店の方のが夜も混みやすいらしい。あんな車栄なのに。いや、だから観光で行く人とかわーっと行くから、うん、でも夜中もやってるでしょ。そう、どっちも夜中の5時までやってるから、うん、じゃあなんか東岡崎の方が穴場な気がするけどね、うん、鉄道動いてない時間帯の。ああ、でも夜中だと、うん、なんかそ結構あっちの方は混むらしい。話があるけどね、まあ、単純に夜中にそっちの方の店だとメンバーが来ることがあるらしくて、うん、メンバーどっちかというとあの出現確率が高いのはそっちの方の店らしい、駅前の方の、うん、それもあって結構、うん、移動していくならって言って、うん、はい、まあそのどうせ行くならって言ってさ、その距離感が違うやん、あの俺らと、はい、うん、その言うてうちだって岡崎ってさ、まあちょっとドライブした下道ちょっとドライブしたら行ける距離やん、うん、うん、まあそれこそ仕事で応援行ってとか、はいよーつって、はい、行ってくるわーつって行ってきたりとかできる距離やん、うん、四日市やからな、うん、うん、やけど遠方から来る人たちって大阪東京とかは全然ザラで、うん、なんかもう福岡とか北海札幌から来たとか、もう全国から来るから、うん、やっぱ、まあ、分からん、うちがリサーチするのが、まあこれ変な話、その何、まあうちの YouTube チャンネルの戦略でもあったんやけど、うん、あの若い子と話す時のネタになんね、うん、あのその YouTube やっとるっていうとさ、うん、食いつき合いって言ったらあれやけど、で大体そっから、どの YouTuber 見とるとかって話をするわけさ、うんうん、
い今の若い子ってどのあたり見とるとかって聞いたりとかすると、やっぱし今でもその20代前半とかの若い子あったのは聞くと、やっぱまあ地域からもあるかもしれないけど、東海オンエア見てる人は圧倒的に多い。